これマーチンのカスタムショップ製はこのなんか雑誌がつくんだよ。雑誌というかほらカスタムショップハンドブックでもつくんだよ。これはね普通のにはついてこないね。すごい豪華な、ほら内容多少ないだろうけどメモ書きとかほらちょっと、でもこれがつくとちょっとテンション上がりますね。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ本日はですね、タイトルにもありますけども、またまた、参考動画ということで、もう売れてしまったギターをやるんですが、すいません許してください許して本当にね、この間もコメントあったんですけど、これほら先日にね、あの新入荷情報でちょっとやったんですけど、もうあのすぐやっぱ音が来たいという声がありまして、まあ、売れてしまったんですけど一応やります、あの参考としてね。あの正直ほら僕言ってますけど、あの新入荷でも値段言ってなくてもとりあえず来ますから、それでも売りますから、商売ですからね、一つその辺はご了承ください。でね、あの新入荷情報でやったのを後でずっと待ってる方もいらっしゃるんですけど、もう売れてしまったら当然もうほらもう送っちゃうんで、もう早く欲しい人いっぱいいますから、今回はたまたまその急がないってことで動画撮らせてもらいます。でましてこれやっぱり珍しいですからね、ぜひあの音だけでも皆さんにお伝えしたいし、またこの音どんな音なんだろうっていうやっぱ興味ある方多いと思うんです、ギターファンとしてはね。さあご紹介しましょう。当店でもこれは初めてです、正直。4号は何本か売りましたけども、マーチンのカスタムショップ製です。 CTM の OM4 号です。なかなか OM4 号、それもカスタムショップでないですわ。はい、もう美しい、そしてあの小ぶりでしょ、やっぱ OM だけど、あのこうやってもうすっごく体に馴染むというか、いい感じですよこれね。本当にね、俺も欲しかったもん、来た瞬間やっべーと思って。もさあじゃあね、まあ売れてしまったんであれですけど、まず細かいとこやっぱ特徴いっぱいありますから、4号のね、こちらのカメラでどうぞ。それでは細かいところ見ていきましょう。2018年製カスタムショップ CTMOM4 号。さあドキドキします。もうね正直ビビるわね。ほら見てくださいよ、このトップブルース単板ですけど、めちゃくちゃいい材使ってるんでしょうね。ほら横の霜降りっていうか、すごいもんきめ細かくて。でね、ここにねうっすら、わかるかな、ダメージもう光の関係でうっすらほんと浅い打痕があるんだけど、まあほとんどわかんないです。うわ見て、あのボディの周りはもちろんなんですけど、ここも4号の特徴して、ここと、ほらこっちもぐわーっと全部貝が入ってます。アバロン貝ですね。ほらめちゃくちゃ綺麗、ピックガードも綺麗ですよね。ほんと状態2018年でしょ、4年しか経ってないのもんね。めっちゃ綺麗。そしてフレットもねほぼほぼ減ってないです。まあ9割残ってるっていいんじゃない。そして見てほら、ここの貝もなんちゅう輝きです。これ七色に輝く、いやいやすげえな。これ4号はやっぱここが特徴ですよね。とにかく綺麗、派手、豪華。そしてね、縦ロゴでよく見て、このここもやっぱ貝なんですよね多分ね。ほらキランキラしてんのこれ、すげえな。ちょっと見てサイドもさ、ペグマーチンのロゴ入り、ちょっと小ぶりのやつですよね。すげえな。しかしはい、ネックもほら綺麗です。そして見てください、後ろにもこの貝入ってるんです。ちなみにねここもほら後ろのこの、ね、ネックとこの付け根でサイドも両方、表側も裏もほらだったらサイドでしょ、で表でしょ、もう至る所にこの貝を散りばめているというね。そしてセンターの小物すごい凝ってます。めちゃくちゃ綺麗です。いや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 、ほんと状態いいわ、素晴らしい。いやなかなかね正直、まあ、D もそうですけど4号変える人なかなか、ね、いないもん。でもやっぱりギターファンとしては、ギター好きとしてはやっぱり一つのやっぱりね目標というかゴールというか、
ね、4号はやっぱ欲しいよね、なんだかんだ言って1本。そんな中でこの OM4 号選ぶ人ってやっぱ2ですよね。さあそしてケースはもちろん純正のマーチンケースでございます。これもまたねやっぱ高級なシリーズ、やっぱケースもいいんですよ。もうしっかりしてるの、ほらめちゃくちゃいいわ。あ、書類も全部あります。素晴らしい。なかなか当店でも入ってきません、マーチンのカスタムショップ CTMOM4 号です。2018年製、素晴らしい。はい、いかがでしょうか。もう芸術品でしょね。あの現行品ではあのスタンダードの D45 も定価145万するんです。で今現行であのスタンダードシリーズっていうか OM4 号はないんですよ。今 OM で一番高いのが42で、それで98万ですからね。これ当時カスタムショップカスタム CTM ですから多分200万近かったと思うんですね。非常にあの希少なギターです。まあ、せっかくなんで現行チェックしますか。6弦12フレット上で 2.1 か2低くした、これお客様のご希望でめちゃ限界まで低くしていくということで、ナット幅がね意外とあって44あります。ネックはねまあまあ薄め、薄めの三角と関木の中間ぐらいかな。ですから幅それにあるんだけど薄くてすごいこういうコードも楽、この楽ね。先弾いちゃった顔表現。じゃあこっからですよ、音ちょっと今日アップで聞いてみる。じゃあカメラさんにハンディで近寄ってもらいました。うわー、このボディなのにめっちゃ腹に響く。今サウンドの真上ね。うわサスティン長、余韻が継ぐっていうのをちょっとピックで弾いてみるね。うわ、指で弾いてみよう。めっちゃいいなこれな。もうやっぱり伝わるかな、ね、であの今日ね、つくづく思ったんですけど、あの、まあ、過去何本かねマーチの D45 やりましたけど、正直やっぱドレッドのノートの方がガツンとくる感じは確かにあるんですよ。そしてねもうちょっとね D の方が主張がある音がするような気がするんですね。で何が言いたいかっていうと、このギターね、やっぱカスタム製なんで、なんだろう、すごいなんか品のいい、そしてね、これ例えがいいか悪いか、さっきねあの A さんと相談したんだけど、あのなんかこう化粧してないけどめっちゃ美人の人って感じなんだよね。あの分かりやすいいい音するギターってね、すっげえ化粧が上手な女に。ごめんね、これ結構これ問題だよね、これ地上波だったら絶対アウトだよね。でも本当そう、あのだから僕いつも言ってんだけど、弦はあのフォスファーブロンズ貼らないでしょ。こっちのがねやっぱその木の素材の良さがやっぱ出ると僕は思ってるんですよ。ですからこのギターに関して言うと、本当俺がっていうことじゃなくて、本当になんだろうな、主張しないんだけどいい音を出すっていうか、もうちょっとごめんね、あの相反するようなこと言ってるんだけど、すごいですから何が言いたいかというと、好きですこの音、めちゃくちゃ本当にね品がいいです、品がいい、本当に上品なギターです。まあだからといってドレッドの音が品がないっていう、そういう意味じゃないですよ。本当にね飾りがないのに美しい音なんですよ。飾りっ気がないのに、いや装飾は飾りなんだけど、ごめん今何言ってるか自分で分からないぐらい、そのぐらいねやっぱりこれスペシャルな感じ、やっぱカスタムな感じですよね。あのもう売れてしまったギターで、あの
興味がない人もいるかもしれないけど、でもまあ今後の参考のためにもしね、今後 OM の4号狙ってる方、まあカスタムですけどこんな音なんですよ。音圧とかね、音圧はあの音圧求めるんだったら D の方がいいと思う、正直。でもね、やっぱりスケールの関係で OM って今すごくにまたまた人気なんですよ。一時あのトリプルも、まあ、今も人気だけど、やっぱだったらやっぱり OM いいんじゃないみたいな話もありますし、あとあの昔の人で言うと、昔のガロのね、あのマークでしたっけ、あの D の4号使ってましたよね。でね、この話ねするとね、ちょっとあの誰とは言えないんですけど、ちょっとそのあの某有名ミュージシャンというか有名俳優という方が以前、実はね、カメラ知ってるよね、うちの店来てくれてギター買ってくれたんですよ。その時に聞いたんですけど、その方がと昔マークからあのテレビとかでね出てた出演で使ってますよね、マーチの D4 を譲り受けたらしいんでね、それ聞いたよね。もう多分本当の話だとしいんだけどね、あの今 YouTube で見ると、あの8あれ82年ヒットなんですよ、あの学生街の喫茶店で72年で、73年の紅白出てんだよね。その時使ってるその4号をあのその方が譲り受けたらしいんですけど、君と行くこの店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ、あのって感じねやりませんけど全部ね、まあ、そういうわけであの D4 号を使ったミュージシャンっていっぱいいるんですけど、 OM4 号って俺ちょっと思い浮かばないんですけどね、それがやっぱり珍しいっちゃ珍しいギターでございます。さあということで今日はですね、参考動画ということで、何が参考になったんだっていうねツッコミもあるかもしれませんけど、まあ、要するにこういうギターも最終的に何が言いたいかというと、高級ギターもギターフロンティアきます、ね、ですからもう皆様、もし高級ギターをお持ちの方で手放そうとしてるあなた、ぜひ当店にもお任せください、よろしくお願いします、ね、あのうちは本当にね、あの自分で言うのもあるんですけど、安いのも もちろんやってきます。もう本当にね、高校生とかもうそういう人にもどんどんギターやってほしいから、もう1キッパーもう絶対やるのよ、やりすぎるのよ、手間かかるけど正直儲かんないし本当に。でもね、高級ギターから安いのから中くらいからもういろんなのをやりたい。でなぜならばギターにはそれぞれみんな良さあるから、もうだからもうこの間コメントくれた人には本当申し訳ないんだけど、あのなんだっけ、ジャパンヴィンテージって言っててゴミみたいなギターをとか言われたけど、あのね言っとくけど、ゴミうちに売ってるギターってゴミのギターがないからね、言っとくぞ本当に。どんな安いもんでもその人にとってはお宝だったりするんで、そういうこと言わない方がいいよ本当に。もうお願い、それはやめて。同じギター好きとしてちょっと俺心が痛んだ、それだけ最後言わせてください。ギターにゴミなんか一歩もないから、音が鳴ればそこに夢とかロマンとか愛とかもう全部詰まってるんで、俺はもう本当それだけはね、あんまり俺あのコメントにいちいち文句言いたくないんで言わないつもりだったんだけど、もうそれだけは言わせて、今日このギター弾いてて逆に思った。もちろんこれも素晴らしいギターだけど、1キュッパ、2キュッパ、3キュッパのギターにも素晴らしいギターがいっぱいあるんです。ごめん、ついつい興奮してしまいましたということで、今日もですね最後まで見ていただきましてありがとうございました。臭くて書けないさ。